ずいわね、場の空気も重いし。つくよみさん、いつも私の父がご迷惑おかけしています。ああ、本当に迷惑かけられた。ここは嘘でもそんなことないって言いなさいよ。天の絵。じゃない、レイカは元気にしてるか。はい、お母さんは元気ですよ。今回の大会にも出場しますし。そうか、懐かしい奴が来たもんだな。あの、お父さん、何か食べたいものはありま、月下くんは第9シードだったな。前年に比べても大幅に成長したな。今こそ母さんの話さえ見た。準々決勝で戦えるように頑張りますね。そこまでの道は険しい。明日からの試合に全霊をかけるんだな。すぐに足元すくわれるぞ。肝に銘じておきます。あの、お風呂と着替えの準備もできていますので。月下くんがこの部屋に泊まっているなら俺は邪魔になるな。俺は自分の経営しているホテルに泊まろう。気にせずこの部屋を使ってくれ。お気を使わせてしまってすいません。ことか、逆に無礼をするなよ。はい、あの、せめて最後まで話聞いて。それでは明日からのお勤めも頑張ってください。聞いてたけどひどいね、これは。いつもです、だから嫌われてるんだなって私の中で納得しています。想像以上に複雑かも。ことかちゃんの目にも触れなかったし。月下先輩頑張ってくださいね。うん、絶対に勝ってくるわね。私がことかのお父さんのところまで行って聞いてみないと。そのためには勝ち上がるしかない。おったか、寝坊王の主様よ。あれ、おはよう、寝る。あれ、なんで俺寝るの姿が見えてるんだ。ふふ、どうせなら私の姿を拝んでから本戦に挑んでほしいではないか。珍しい、寝るが出れるなんて。とりあえず準備しようか。1時間ほど準備運動がてらランニングしたいんだけど大丈夫そう。そうだな、果たして準備する時間はあるのかな。俺は間違いなくその時の寝るのあまりにも優しすぎる表情に強い恐怖を感じた。寝る、第9リーグ開始は何時だ。10時だな、寝顔がモアイ像の主様よ。それでだ。寝る。心して答えてくれ。今、何時だ。12時だな。ちなみにメリアから連絡来て今12リーグが終わったところだ。思いっきり寝坊じゃないかー。マジで起こしてよ。しかも流れるように目隠しだけはしてくれるしさー。ということでメリア、今主様が起きたから走らせてそこに向かわせよう。メル、あなた自分が責任持って連れてくるから任せておいてって言ってたじゃないですか。ああ、だが起こすとは一言も言ってないぞ。やられました。ご主人、次の試合に出るソフィアに時間をかけるように言っておきますので急いで会場に来てください。ごめんメリア、急いでそっちに向かうよ。さあ、主様、準備運動だぞ。全力ダッシュだー。さあ、実感するといい。主様、どこまで主様のオーラ質が上がったか。もう今の主様なら人混みから気配、映る映像、すべてが視界のように見えるようになっているはずだ。あれ、昨日とは比べ物にならないくらいはっきりと周りの環境がわかる。なるほど、これなら戦えるぞ。ご主人、お待ちしていました。すごい、全然疲れてない。さあ、ご主人、早く会場の中身、ソフィアに合図しないと。ソフィアがすっごくふてくされてます。何を考えているんだ、ソフィア選手。開始から数十分は経過しているが戦意が見られない。とりあえずその場所まで案内してくれ、メリア。かつてこんな選手はいただろうか。予選会場でなんとか機微をしながらカレーを食べている。ねえ、佐藤、お寝坊さんするなんて。私何杯カレー食べたらいいの。ソフィア、あ、佐藤だ、やっと来た。うつくしきお嬢さん、苦しまないように私が一瞬で楽にしてあげよう。何、先に進めない。やったー、これで思う存分戦える。一気に会場が破壊された。ここが仮想空間でよかった。現実ならもうこの時点で試合終了ですよ。はあ、すっきりした。やっぱりやるときはドーンとやらないとね。さすがソフィアですね、余裕そうです。そりゃあそうだろう、ソフィアだし。続きまして第14リーグ予選は今から30分後に開始します。選手の皆様は開始前にステージに集合していてください。さて、準備しようかな。ご主人、頑張ってください。さあ、とうとう本日残るリーグはネックス。そして14リーグのリーダーを務めますのはこの男。前年度ベスト8、そして世界最速の男という称号を手に入れたラディウス、ルーメン選手。本戦出場の可能性が非常に高い選手です。モニターの風景的におそらくステージの真ん中にいる。おそらくそこが一番効率がいいからだろうな。出だし直後の奇襲攻撃に集中しておかないとな。ただし、観客の皆様はご存知の通り、この今までの試合は13リーグを除いて全て1分以内に決着している前代未聞な出来事が起きています。このまま他のリーグと同じく早く決着するのか、それ
まった。今年度の核、つい1ヶ月前に無残な敗北を味わってから自身の技術に改良を加えたんだ。今年の俺は速さだけじゃない、火力と戦術が合わさったことで高い戦闘力を得た。このリーグ、勝たせてもらうぞ。それでは第14リーグ、開始。光年アンリミテッドライトスコール。やっぱり来やがった。前半に勝ったん光線。絶望。盾になれ。何人か残ったか。光輪ダイレクトライトバズーカー。やろう？あくまで速度なしで終わらせる魂胆かよ。よし、見えた。拳銃みたいなのだな。どう？あれでさっきの攻撃を繰り出してたってことかな。三度目はないぞ、挑戦者。早い。あ、捕らえられちゃったよ。まあ、何度かはそうなるだろう。だからその場から離れることは考えなくていい。離れないと攻撃を受けちゃうよ。そうだな。だがその逆も同じだ。相手が離れていないから攻撃が与えることができる。近づいてきたのが間違いだったな。相打ちか。速度では負けていても威力では負けてない。そこがネックだな。くそ、まさかこんな一瞬で拳銃がダメになったか。弾数は少ないが威力が先ほどの拳銃の倍以上あるこいつを使うか。まあ、こいつ、早い。よし、トップスピードを瞬時に出すことでうまくフェイクに繋げることができた。そうか、君が誰か知らないが俺と同等に戦えるほどの実力を持っていることは分かった。なら俺も敬意を払って戦おう。後で文句言うなよ。外した状態の主様初めて見たけど結構イケメンなんだね。容姿はしっかりと整っている。そこはさすが主様ってところだな。なんならテル既成事実でも作ったらどうだ。玉残しだぞ。それはちょっとな。でもそんな風に見えるような写真を撮って専属神様たちに渡すのは面白そうかも。ほほう、悪知恵だけは働くじゃないか。面白いやってみろ。ガジャー、こういうのどうですか。口元隠したらちょっとそれっぽくないですか。てる、そこまでするならそのマントくらいは外すんだ。ただくっついてるだけにしか見えないぞ。そうですか、なら。これでどうでしょう。なんだてる、まさかちょっとマント外した程度で恥ずかしくなってるのか。なってないですよ。ほら、ネル様、早く取ってください。あ、主様がおっそうだ。うそ。あとは私に任せて、てるは同じく寝坊しているバカ天使を起こしてやってくれ。はい、わかりましたー。ちょっといたずらが過ぎたな。ちょっと私が嫉妬してしまった。女泣かせの主様よ。私を嫉妬させた罰として時間ギリギリまで私との時間を過ごすのだな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回も動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。